い、皆さんこんにちは。信政の野望、今回はこちら岡崎城にやってきました。岡崎城といえば、なんといっても徳川家康の生まれたお城として有名ですよね。すぐ横を東海道が通り、東の江戸と西の京都を結ぶ交通の要衝として栄えた岡崎。大河ドラマどうする家康の放送で盛り上がりそうですが、どのような成り立ちで岡崎城が作られたのか、城内をブラブラしながら見ていきましょう。ということで、まず大手門の横に見えてきたのは東海道27曲がりの日。豊臣秀吉政権になって家康が江戸に移った後に、岡崎城主となった秀吉の家臣田中義政が作った道。普通の街道は人や物資を運ぶため広くまっすぐ作るんですが、田中義政は町の防御を考えてこんなくねくね道を作りました。あれ、岡崎城って家康の城じゃないの？という声も聞こえてきたので、まずはその歴史を遡って見ていきましょう。鎌倉時代の1221年、清和源氏の足利義氏は承久の乱での活躍を認められて鎌倉幕府から三河守護を任されます。その時にいとこ違いの足利実国が三河の国ぬかた郡三月郷に移り住んで、三月実国を名乗るようになります。室町時代に入ると、この三月氏の子孫が三河守護に任命されて、それを補佐する守護代だった西郷次頼が1455年、龍頭山と呼ばれる音川北側の丘陵地に砦を築いたのが岡崎城の始まりと言われています。西郷氏の本拠地は東岡崎駅周辺にあった平岩城で、当時の松平氏は今の豊田市東南部から安城あたりまで勢力を伸ばしていました。西郷次頼はこれに対抗するために岡崎城を築いたのです。ちなみにこの西郷氏、二月氏が三河守護になった時に九州から呼んできたそうで、幕末に活躍する西郷隆盛とは遠い親戚ということになります。15世紀後半になると、松平氏が西郷氏を破って岡崎城に入ります。そして1524年、家康の祖父である松平清康が同じ松平同士の争いに勝って岡崎城を奪い取り居城とします。ところが1535年、清康は森山城の陣中で家臣に切り殺されてしまいます。家臣の勘違いとも暗殺だったとも言われるこの森山崩れ、これがなければ家康ではなく松平清康が天下を取っていたとも言われるほどの武名とどろく名将でした。とにかく清康の死後、不安定な状況の続く1543年、徳川家康が岡崎城で誕生します。清康が亡くなった後城主となっていた息子の松平広忠が1549年に亡くなると、お隣駿河の大名だった今川義元によって岡崎城は支配されてしまいます。しかし1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にした隙をついて、元康が岡崎城主に返り咲きます。その後東へ勢力を伸ばした元康は1570年に浜松城に移り、息子の松平信康に岡崎城を譲ります。ところが信康は織田信長に謀反の疑いをかけられ自害に追い込まれます。しかし近年の研究では、そもそも家康と信康は反りが合っていなかったようで、家康自身の判断だったとも言われていますが、真相は果たして。とにもかくにも、それ以降は家康の家臣の石川数正たちが城代を務めていきます。織田信長も本能寺の変に敗れ、豊臣秀吉が天下を手中に収めると、家康は関東に移されることになります。すると岡崎は秀吉の家臣田中義政が城主となり、東の家康の動きを牽制するために27曲がりなど防御重視の町づくりを始めます。現在の岡崎城はこの頃に出来上がったものが原型になっています。1600年、関ヶ原の戦いに徳川家康が勝利すると、時代は豊臣から徳川の江戸時代へ。以降は江戸と京都をつなぐ東海道の主要拠点として、また家康が生まれ育った城として、本田氏や水野氏など徳川譜代大名が歴代の城主を務めていきます。
2代目藩主本田康則の時代に岡崎城に三重の天守が完成しますが、1873年廃城令によって廃城となってしまいます。現在の天守は1959年鉄筋コンクリート造で再建された3層5階の復興天守です。お待たせしました。ということで大手門から順番に行ってみましょう。
そろそろ終わりが近づいてきたので、ここで最後に一つ。時は平安時代末期、牛若丸が京都の鞍馬から奥州平泉へ向かう途中、矢作の宿で出会ったのが浄瑠璃姫。二人は恋に落ちるも、数日後には旅立ってしまった牛若丸。姫は悲しみのあまり、音川の流れに身を投げた悲しい恋物語。ということで、東住屋倉を見ながら岡崎城の旅は終了とさせていただきます。どうする家康放送に向けて進む準備、今後が楽しみですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。